上田君は、ちょっと、お風呂様です。写真撮ってあげてくれる上田君。上田君です。もううちで岡山来てからずっと10年間頑張ってくれてるので。マスク取って今時の時代に、はい、じゃあ行きます。せーので、ええ感じです。ありがとう。どれでしたっけ。これがブームです。で今マスクは僕が作ってるんですけどね、アルミのマスクは。でブームは全部マホガニで。はあ。でマスは今外に出てるのがそうです。慎吾さんのマスは。これはね、マホガニなんで作ってる船やけど、実際360度すべてカーボン張ってますよ。だからカーボンとの、コンポジット線ですよ、完全に。ここらちょっとバーって燃えてるでしょ。これカーボンにシワシワがってますよね。そう、マホガニにカーボン張る。エポキシでね。はあ。まあ、あと補強するやり方としては台にいるクロスかカーボンかどっちかでやるんですけども、カーボンの方が圧倒的に強いです。強度があるん でそこもみんなこれカーボンに巻いてます。これはカーボンはバッティング工法でへばりつけたやつだから割としっかりと単なる張り付けるようだ。これ色はこのままで違うことにします。どうすかね、何色ですかね。まあこれがものすごい濃い緑なんですよ。でもうちょっと薄い緑がありますね。であと多いのが紺色の人ですかね。まあ赤の船もあるけど、まあ緑が一番ですね。これと同じ色なんですね。木目かっこいいの。西塗りかっこいいけど、でもこれカーボン貼ってるから西塗り無理なんでしょ。いや、別にやり直しはできる。時間。これが初めてのサボンで第一号。これを作って、まあ、よくの考え方が変わったっていうやつですね。これ洗礼何年ぐらいですか。これ25年。8年ぐらいちゃうかな。内田さんなんて何年ぐらいですか。9年です。9年。でも実際ユーザーまだあってからは8年かな。なるほど。先見はさっき受けたんで。なるほど。だから実質は8年から先見的には9年だから間違いない。あとうちのオーナーさんでもあるんですよ。今 YouTube に出てるキューちゃんっていう船のオーナーさんで、で内田さんは30フィートの同じサロンで、同じ、ほぼ同じです。どこで乗ってあるんですか。青市。は姫路の青市です。ああ内田さん写真撮ってもらった。これは東北の震災で銚子マリーナで沈んだ。これはまだ修理かけてません。まだ開いたままです。そうな。これをなんでね、わざわざね、慎吾さんに見てもらおうかというかね、木の船の強さの意味なんです。FLB こんなところに穴開いてて、これ船体乗せれません。もうそれで割れちゃいます。木の船ってね、こことこことも関係なしで強度があるんです。なるほど。だからこういう船体乗せれるんで、普通の FLB だこう船体に乗せれない。ここまでやられたら。でも春なんてこんなわずか16ミリぐらいしかないんです、厚みって。これもストリッププランキングですね。こうやってずっと。なるほどね。それこれなんですか。これはセールドライブ。あ、セールドライブの穴ですか。セールドライブの穴やけどセンターにないんですよ。だいぶ外れてるでしょ。これなんでセンターなくてもいいんですか。これはいや、ないようにしてんの。あ、そうなんですか。その方がペラの効率が上がって分かって、はい、これやってんの僕だけで。それはこのスケブに対してね、オフセットされてる方がってことですか。オフセットされてバラストで乱れた水が来るよりも何にもないところで受けた方が効率が 10% ある、はい、そうなんですか、うん、でなおかつこうセールドライブって左回転なんです、はいはい、シャフトは右やけど、はい、左回転行くとこう書くんで、はい、右に振られますやんか、はい、
右から押してやるということはより直進性ようになる。あ、軌道でも直進性がようになるんですよ。あ、でこれをなんで見つけたか言ったらツインエンジンの船って僕作ったんですよ、セールドライブで、はい、2つエンジンついてるの、はい、それで分かった。あ、でこれいろんな設計者に言うたけど誰もこれね、あのそんなんないって言われたんですよ。まあんたら作ったことあんのって誰もない、ほんなら俺やってみるってやったら成功したんです。あとさん、ティラーフリー、ノーティラー、ノーティラーはやっぱりスケグが付いてないといけるんですか。いや、なくてもいきます、関係ないです、それは線形ですわ、クマで。でもラダーのこれが大きいでしょ、割とこれね、40センチ、あの横浜さんの設計35センチぐらいやったんですよ、はい、舵利き悪かった。それから伸ばしてだいぶ今舵でかくてもあんまり問題で、それとここの隙間、普通の船ってこれに格好をかぶせてるの多いんですよ、はい、で設計者がやりたかってみんなやっとんだけど、こんなんやったらね、鍵ついた掃除できん、それはマチョコ取れやろうと、鍵が取れるように全部ここ開けとけよっていうね。だからその辺はいや実際メンテをしていく中での話で、だから設計者ってちょっとでも抵抗あるとかなんとか言って、だからそれ言い出したらこれだってビル字だまりになるわけですよ、ここに。これ木造の船でこうやってビル字だまりをちゃんと作ってるのって僕の分しかないんですよ。あれ春の厚み分だけ一枚裂けちゃうんですよ。それが船内のビル字だまりになってるんですよ。でというのは黄色があるんでね、あの木造船は左右が別になってるんで、で両方にビル字だまり作っておいて、でビル字ボンボン2台付けとくわけですよ。だから常に水もし仮に入ってきてもドライにできるっていうんですね。だからこの、 あのビル字だまりっていうのは僕しかやってないですね。はあ、だから僕しかやってないですね、いろいろあるんですこういうのがね。FRP 線でビル字だまりってあんな風になってるんですか。いやそんなやってない、ない、ない、もうわざわざ作らない、普通は黄色のとこでやるね、はい、だから錆びて、あの金属のとこでやっとるから錆びたりするわけ。そういうことですね。パルピット長いですね、あれ長いですね。このパルピットは僕が全部作ったやつですね。これスタンションもパルピットもみんな僕が金物作ったやつですね。金物も、はい、僕溶接も全部するんで、だから僕が外注出してるのはあのセールだけなんです、うん、あと全部僕作ってるんです。ここにフィギュア作りましょう。フィギュア、ネズコ、ネズコ、あ、ネズコにまだネズコと思ってる。え、辛坊さん、あれは公開中撮れてしまったんですか。撮れてます。一発でいや、一発で撮れたんだけど、はい、あのね、かまぼこ板貼り付けて、はい、でかまぼこ板にネズコ貼っつけたんですけど、はい、アメリカ着いた時にかまぼこ板だけは残ってた。日本帰ってきたらかまぼこ板も取れてた。ねずこちゃん、ねずこちゃん、どこにいるんでしょうね今。これはエアコンの吸い口ですね。あ、エアコンの吸い口なんだ、はいはい、出口は上です、これ。はい、これがエアコンの吸い口で、はい、出口ですね、出口ね、はい、これが喫水から上出てることは出口で、2つあるのはビルジポンプですね。あ、これ2つ、はい、ビルジポンプですね。ビルジポンプはハンド、うん、電動、うん、電動、日立 の、 あの電動のやつが2つついてます。ハンドはないんです。ないです、電動だけですか、はい、これはおそらく、おそらくってギャレーやね、これギャレーに大体つけてるから、ギャレーの排水ですわ。ギャレーここなんですみたいですね。これトイレ、それトイレみたいですね。給排水、給排水ですね、給水排水ですね、うん、でエアコン、エアコンじゃないわ、あのエンジンの別取りがあるんで、もう一個これはもうとにかくね、ラッシーで怖かったのはですね、スルハル全部頭の中入ってないんですよ。でこれあの、スルハル飛んで浸水始まった時に、まあだいたい線圏取る時にみんなのね、木線っていうやつ積んでるんです。要するにワインのコルクみたいなやつね、これいるんです、線形の必需品なんですが、それ大量のコルク線みたいなやつは積んでるんだけど、そんなもん実際どっか飛んだ時に潜って止めに行けるかって話ですよ、ね、内側から叩き込むっちゅうだって、ラッシーはね、そう、もうスルハル全部アクセスできない。あ、これ全部アクセスできますか、内側からね、そうか、袋になってるっていう。慎吾さんの体型からやると絶対手が届きます。そう。だから僕の考え方で手の届かないところは絶対船体に作らない。それは外洋へ行くための基本です。
このサイズなら多分それでいけると思うんだけど、ある程度よりでかくなるとね、もうなんかスラハル全部見ようと思うと、それこそ床板のネジ外して床板外してみたいなことになる。こんなこと実際に水入り出すとできない。できないですね。できない。だからいきなりパンとできること以外はできない。そっか、それがポイントなんですね。だからもう何か概要を提示して作ってるわけであって、はい、そこらで乗る船じゃないんでね。でラフトは大体この後ろに積みます。ここね。はい、今まで概要行ってる人も沖縄の人もみんなそこへラフト積んで一番後ろか。はい、うん、でラフトを置くための台座をちゃんと今回はつけないと。だからその辺を慎吾さんとも細かく打ち合わせせんとあかんので、はいはい、ラフトはどうしてあったんですか。いや、今のところはもうだからこれ原点回で当面なんで、ラフトこれ原点回プラス沿岸取りはるでしょ。はいはい、まあ今と一緒ですわ。それで沿岸ラフトいらないでしょ。沿岸いらないと荷物できませんよ。まあ沿岸5枚ですね、今沿岸は、沿岸上はラフトはいらない。いらない、いらない。わあ、すごい素敵、やっぱりで。このアクリルは8ミリあるんで、うん、で宣言上はこの大きさで 3.5 ミリくらい許可になるからね。だから8ミリだから全然強度が違いますね。あれしかし円を取るときにどんな検査をするんですか。いや、なんもないです。ただ打ち込み1000円にしてくれるから。あともう法廷でこれはもうこれがねうちの特徴なんですよ。差し出さないんで、これが上がればもうそれで線形円円を OK です。でここはこういうふうに詰めてないでしょ。これ何のためだったら、コックピットは排水を良くしてすぐに乾くようにしてる。もう雨止んだら10分経ったらもう座れます。これチークデッキの特徴ですね。でこれは全部本物のビルマチークです。これも全部ビルマチークです。これはね全部飾りなんですよ実は。だからカーボンで一旦船を作ってしまって、そこからせっかく木造船だから言うてデッキ張ったりやってるわけです。これ飾りなんですよ、あくまで雰囲気を上げるために。そう、イラン重量作っとるみたいなもんやけど、まあそんなこと大したことないですね。でこれが言うてるとシリコンだけで止めてるね。だからビスがないでしょ、アクリルを止めてる。このビスはみんなチークとチークを止めてるだけで、ビスがない。だから概要行くのにこれにね、さっき辛坊さんやった通りこう窓をつけてくれとか言う人いてて、うん、でもみんな結局乗ってたらいや、いらないって。やるんやったらここにビスで止めてもったらええやん、うん、で戻ってきたらそのビス抜いて埋め木すりゃ分からへんなるやんって言うんやけど、実際はいらない。すごい広いですね。ものすごく広いですね。これ船自体は26フィートなんですよ。まあ普通の船の30フィート近い広さがあると思う。でこれで前にちゃんとしたダブルバースを取って、でこれトイレです。まあ僕が一番最初に言うのでやってるんだけど、ウォシュレットですね全部。そこにはまるっていう、ウォシュレット、うん、これもうちでは常識です。これギャレーなんですけど、シンクとジンバルコンロあって、この奥にね、ここにエンゲルの70リットル入る冷凍冷蔵庫が付いてます。冷凍冷蔵庫、新聞さん中お邪魔します。すみません、どうぞ。ありがとうございます。広いですね。あ、なるほどなるほど。でこっち側が12ボット、これが100ボット、でこれがロータリースイッチですね。でこれは音符の経由の音符ヒーターがついてるん で、 でこれがインバーターと陸電の切り替えですね、うんうん、でこれが前のウィンドラス、うんうん、で燃料系と水量系ですね。あ、これギャレーは比較的足立さんの船の中ではコンパクトに、コンパクトに仕上げましたね。これは、うん、これは丸使わんと四角使いましたね。ようできてますね。このストーンとこの前まで行きますよね。この番組まで僕は片上に寄せてまっすぐ行けるようにっていうのが僕の考えです、はい。そういう真ん中にテーブルを持ってこない。あ、要するにみんな真ん中持ってくる、はい、テーブルこう避けながら。こんなんせんだね。これはこっち側座っといてもらって何歩でもいい、うん、前もいける。でもバランス取るの難しくないんですか、作るときに。そうやってなんかね計算したことない、うん、
そう、これ、これがジブレール止めてるボルトですね。で、もし水が入ったりするとここに垂れが出てくるんですぐ直せるわけですよ、うん、やっぱりジブレールやっぱこう上に上げてますよね。上げてます、窓よりは上げます。うん、だからこれ角度的に言うとこの辺からジブレールついてるのと一緒になるんですよ。そしたらこんなとこでジブ引いてるわけやから上り角がものすごい、うん、おそらく 7,8 度ちゃうと思うわ、下につけてると。あ、そんなに違う。ジブレールってやっぱりこんだけボルトで止めるとやっぱりそんだけかかるってことですか。10センチごとですね。どこにレールが来るか分からへんから。あ、なるほどなるほど。スライドさせてどこで来るか。そうそうそう、うん、ファーラーにしたら前に当然来るし、はい、後ろの時は後ろに来るし、だからそれで位置が変わりますね。あ、なるほど。でこれビームはね全部ねこれマホガニの積層なんですよ。あ、すごい。これ1本ずつ曲げて 1,2,3,4,5 これ6層ですね。48ミリあるいうことですね。6杯48ミリ。で、マホガニの向こうを貼ってるけど、これ、ここはニス塗るんですけど、はい、ここはアダックスーパー仕上げで息を刺してるから、これ結露がないわけですよ。ああ、そうですね。これもみんなそうです。ここは全部、あの、ニスは塗らない。ないですね、全部そうです。アダックスーパー仕上げです。アダックスーパー、私が開発した塗料。あれはどういうふうに説明したんですか。浸水性って言ったんですか。なんていうふうに言うんですか。含水塗料。含水、含水。含む水ですね。含水塗料って言って。含水塗料。水は弾くけど湿気は吸うんですよ。そんなものがあるの。あの、もともとの塗料はドイツの塗料なんですけど、はい、それを僕が配合をやり替えて、船に使えるように作り替えて、それを売り出したのが28年前。もう、僕いろんな海外行ってますけど、それ以上の塗料はないです。もうごっついな。すごい、もう本当考えね、しっかり作られて。だからあの、うん、前も言った通り、水タンクは前で燃料タンク後ろやから、こういう物入れは全部好きにオーナーが好きに使ってくれる。何も入ってないわけ。あ、ものすごく広いですね。あそこ一緒全部物入れと。でこれがあの前も言った通り。向くの向くの床板はストライプ合板じゃなくてね、こういう作り方なんですよ。マリングレード合板の上にチークデッキ材を貼ってるんです。これ1枚ずつ全部作るわけですよ。でストライプ合板はすぐやられるけど、これ100年持ちます。こんなにスペース取れるんやっていうぐらい広い。であれがハンギングロッカーでエアコンの吹き出し口ですね。お、あ、ロッカーもある、うん、ただでエアコンの吹き出し、ほんで今斜めにこう見えてませんか、はい、これは斜め斜め横って貼ってるわけです。あー、3層のコールドモールド。なるほど。ほんで一番真正面がアンカーウェールですね、上にある。はあ、広いでしょ、多分広いです。なんかこんなでこれがメインのエアコンの吹き出し口ですね。まあ、あの大型船でね、スラスターと連動してるやつだったらともかくとして、まあ、あのそのスラスターの話でよう間違いはんのが、スラスターつけたらね着岸できると思うんですよ。けどあれ全く効かないからね。あのスラスターいうのは止まらないとダメです。動いてると絶対効かない。水こんな風に流れませんから。止めてるから横に流れる。だから大風吹いてる時にみんな止めたいわけですよ、桟橋に、うん、でもその時は使えない。だからそれが大事やから、何をするかってセールドライブにして、要するにバックがよく効くようにしたら突っ込んでいくわけですよ、堤防にガーッ突っ込んでてガーンと向けるんです、はい、その時バックガーッて止まるんで、はい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 、瞬間で止まります。で瞬間止まったやつは 2,3 秒絶対船じっとしてますから、うん、でそれをパッとロープ取ったら終わり。それをもっとできるように言うて開発したのが、この同じこの春と同じやつにエンジンを2台積んだんですよ、ツインエンジンのセールドライブ、うん、まあその結果でこのエンジンを横にした方がええって分かったんですよね。だから僕の場合はあの理屈じゃなくてやってみる、やってみて、ね、やってあかんかったらやめりゃええやんっていう考え方です。でもやってあかんかったないのはなかったですね、今まで。やったやつは全部成功させてますね。でもコンパクトやけど、ほんまにこれね、自分のね手足のように船動かせるんで、あのすごい楽やと思いますね。手の届く範囲に全部感じが、うんうん、すごくする。はは、なるほどね。ここにカセット3つ置いてんね。うん、これプロパン今うるさいんでね、カセット式に変えていってますね、うん、もういや、もうカセットで十分です。でインバーターがこれで、これが公開のコンピューターですね。はははは。でこれは一応まあ使うことないんだけど、ホールディングになってます。
でもあのお前に整備しろって言われたら絶対嫌やな、絶対嫌。だから普通のエンジンでみんな、でも洋上ではもう一人で整備されるしか、うん、それはもう開くんです。生きていくためにはやらないかも。だからこれエンジン下ろしちゃって今もう整備かけてる、もうすでに整備入ってる。もうねエンジンのメンテナンス性がねすごく高い。エンジンにアプローチなかなかね、はい、小さい船はもう本当難しい、ね、なんかこう潜っていってみたいな、ね、そうですね、階段の裏側になんかあるようなイメージが、それは、ね、あのやりにくいからうちは全部床下だ。これウィンドベアはつけないんですよね、当面はね。当面はね、うん、今のままおパイのままでいいですよね、はい、当面はねだいぶ使ったけど、ね、でこういうの別にシングルでいかないからね、シングルじゃなかったらまあでもなくても。今度ってまだ太平洋横断されるんですか。いろいろ、いや、あのね、あそこにウィンドベーンもあのうちがラッシーに僕がつけたウィンドパイロットってやついいですよ、うん、独立してますからね、あれ全部入った。でもこれ洋上だったらあれですよね、エンジントラブルとか自分で直さないと概要って怖いんですね。いや、自分で直すようなトラブルなんてな、まずない。部品がなかったらな直せない、もうまず無理。でそれは言ってる通り回転数を回さんとかな、はいはい、違う扱い方したら大きなトラブルになりやすいけど、そうでなかったらまずない。それ概要行くからといってそのエンジンが直せるエンジニアのにならないといけないというわけでもないです。そうだ、無理無理。ある程度はやっぱりね、ある程度それは、はい、インペラ飛んだ時に交換ぐらいはできないと話になるんだけどね、はい、最低限やらなきゃいけないことはあるけども、それ以上はそれエンジンばらして、うん、これみたいにあの燃料ホースは透明にしてあってな、ほんで海水庫式もインペラーの先につけとけばあのインペラーが切れても見えるとかな、だからそういう対策をちゃんとしておいたら、はい、ほとんど心配せんでもいけるしな。さっきの話だけどさ、別にあの、はい、出てしもたらエンジン壊れたってヨットだからどうにかなるんだよ。だから問題はエンジンついてないとこのサイズでも搬送で着岸は日本の港はできないからね、はい、そうするとまあなんか小さいのでも積んどかないな。最初考えたのはもうあの露海船みたいに貝つけようかと思ったけど、はい、だから難しいですよ、ここ貝つけるよりは。あとは電動の船外機が軽いから、はい、それはうちにあるんよ、電動の船外機。あのバスフィッシングとかで使うような形なんですか。バスフィッシングとかで。ああ、そうそう、それよりまだでかいと思うんですけど、そうそう、かなりのエレキってやつね、はい、エレキのでっかいやつね、バッテリーで動くってことですか。そう、エレキのでっかいやつでも動きますか。動きます。エレキでもいいんだけどな。だったら天壇のことを考えたらね、エレキはバッテリーを積み替えなあかんから、だからそれはエンジンの方がまだいいと思うし、で茨城のあのホンダの空冷の船外機はめっちゃ軽い、だからあれでいいと思いますよ。この船ね、マストステップがついてるんですよ。はい、登れるっていうことですね。そうそう、電信柱みたいです。うん、まあそうですね、ステップが全部ついてるんで、まあ登ろうと思って、今までお客さんに登った人に、まあ、最悪の時にね、マスト登るためにつけてくれんでんのっていう。登ってみたい。あれはね、慣れてないとこが怖いかな。いや、あれ怖かったです。下から引っ張ってもらって木登りするんですけどね、なかなかこう軽い、身の軽い背中だと登れないです。でステップがそんなに広くないんでね、あんまり大きくてやったら入れへんしね。あんまりあれを27、8ある人やったらあれ入らないのと思うね、あれな。俺足小さいから有利やけど、もうしょっちゅう登ってるから僕の場合はね。足立さんはなんかすごい身軽いですよね。初めて足立さんのね出会いがびっくりしたのが、うん、あの大津港でね、うん、こんな台の上に板かましてその上に一斗缶を積んでその上に立ってはるんですよ。それやったらあかんやつだ思ってもう見てる方が怖くて、え、あの人何って言って、いやちゃんと足元は確認してみて。あ、そうなんですか。だから分かるもん。あのポン蹴っ、おかしい時は蹴ったらなんかもうね、コントみたいなんですよ。いや、あれ春高いからな、うん、脚立で届けへんかったやん。いや、せや、一等間に、あれでも一等間にちゃんと水入れてな、重たくしてやった。あ、そうなんですか。すみませんよ、あれ空やったら無理無理。ちゃんと備えしてる。びっくりしますよ、何メーターの上に一等間積んでるんですかね。まあ、ほぼ安全やったらね、それライフラインから自分に跳ねつけとかなあかん、本来はね。まあ、ちょっとぐらい削っても大丈夫ですね、これ。研磨しても大丈夫です。あの、うめぎが飛ばない限り大丈夫。で、うめぎは
かなり深く入れてるはずです、うちの場合は。ほんでこれよそと違ってね、このコーキングは取れないんですよ。どういうことか言ったら、普通ねこういうふうに切りかきしてコーキングしてるんです。だから板の厚みの半分しかないんです。うちはこれ板と板の 面を合わせてるんで8ミリ正面あるんです。あ、だからチークがなくなるまでこのコーキング取れないんです。そのこのやり方いうのはハンセン時代のやり方で、これ未だに世界中これやっとるんだけど、はい、これ間違い。最初からこなしたらええねん。楽しみにしてます。乗っけてもらえるの。わ、乗っけてください、しんぼさん。お願いします。長崎まで来てもらおうか。あ、長崎行きます。私長崎時々乗りに行ってるんです。何しに？あの友達 あのヨットがありまして。長崎に？はい、長崎広いけどね。あのサンセットマリーナ、長崎もええクルージングスポットですよ。あそこはね、もう入り江が多くて、あそこものすごい。ぜひぜひ行きたい。長崎よう座礁して沈んでますけど。ああ、やっぱり怖いですよね。軍艦島の周りとかすごいあの水流激しくて、だからそう、まあ水流ものすごい速い。へえ、もう気ぃつけんと。でもみんなに長崎行きましょう。私結構何軒かのボトルキープしてるんです。あ、本当？長崎。なんで？いやもう大好きな街なんですけどね。しんぼさんこれ好きやからな。あ、ぜひぜひ。天の間だよ。いや、この間俺あのテレビ見てたけど、飲み持って喋ってたの。ほんで橋本徹にはめられる。橋本さんとみたいにやってたね。2ヶ月、ね、のサロン、穴開けただけのサロンって2ヶ月でやっちゃうんですよ。わお、やらないとすごいですね。辛坊さんのお船が最優先で。いやもう全然担当じゃないか。まあここね、ここ人がちゃんと他の入らないから。いや、この前に船一隻あったんですよ、うん、でそれが出ないからなかなか辛坊さんの船持ってこられへんから、やっと追い出したの。追い出したのはええねんけど、エンジンがアウトで今やり替えてる。だから他のお船は全部2月以降ということですね、出来上がりが。そうそうそう、辛坊さん本当あれは2月。ああ、宮本さんも早くしてほしいって言ってました。だから宮本さんの船を2月に。あ、2月。だから頑張る。だから正月ないね。一回船の前で撮ります。こっち向いてください。行きます。ありがとうございます。はい、もう2億なんで結構です。いやいやいや、逆に気使いますから。帰りますわ。すいません、ありがとうございます。お気をつけて。